人付き合いが面倒原因は、更年期病気人付き合いが面倒で苦痛だと悩んでいる人の中には、自分が面倒だと思うことが問題だと考えてしまう人もいる。しかし実際には、ストレスから来る病気や、更年期などが関係している場合もあるから注意が必要。人付き合いが面倒だと悩む原因と、正しい対処方法をまとめてみた。人付き合いが面倒になる理由をデータから見てみよう。 人付き合いが急に面倒になる。人混みが苦手になった。いつまでもその状態が続いてだんだんひどくなるという症状があれば病気の可能性もある。人と関わりたくない時に疑う病気とはどんなものがあるだろうか。 人付き合いが苦痛という状態が続くなら、うつ病の疑いがある。うつ病は過剰なストレスが原因となる病気で、普段は人と関わることが好きでも、発症すると無気力状態となり、人と関わりたくなくなる。40代から50代の女性であれば、高年期の影響も多いにある。やる気が出ない、人付き合いが面倒に感じる。突然不安に襲われるなど心の不調から、人付き合いをしたくなくなる。次の理由は仕事やプライベートを通して、めんどくさい人に会ってしまった時だろう。 それも一人ではなく複数。また何度も似たような経験をした時は特に。特に田舎の何でも干渉してくる人間関係が面倒で都会に来た。地方だと家族構成や仕事、人付き合い、パートナーや近況など、どんなことも筒抜けなので、人によってはそれが面倒に感じる。それに対して同じマンションで隣に誰かが住んでいるかもわからない東京のドライな感じが好きだという。それに物足りなさを感じる人もいるので、人の価値観というのは本当に様々。 もう一つは仕事やプライベートで時間泥棒に囲まれた時、何しろメールやメッセージアプリの返信だけでも結構な時間が取られる昨今。ちなみにメールの使い方が上手い人は、一日の中でメールをチェックする時間を明確に決めていたり、最新のメールから返信していくというようなちょっとしたコツを知っている。そして一回のメールは短め。 特に日本の場合は欧米のビジネスマンと異なりプライベートと仕事の明確な区別がない人も多いため仕事関係の付き合いに自分の時間がどんどん侵食され人付き合いを面倒と感じるきっかけも多くなる人付き合いが面倒だから社会人にはなりたいが人付き合いはできればしたくない大学生は多い会社では上司同僚顧客さまざまな人と付き合っていかなくてはならず人付き合いは避けられないものだ 仕事を進める上では自分と合わない人とも付き合っていかなければならない。そこに面倒くささを感じることは仕方がないことだから、無理に苦手な人付き合いを克服し、得意に変えようとする必要はない。社会人の人付き合いのコツは仕事と割り切って最低限の人付き合いにすること。自分がニュースレターで指南しているオンラインビジネスのように。 人付き合いを最小限に、それも対面や通話で話す必要もなく、メッセージだけでやり取りできる仕事というのも一つの選択肢。しかし人付き合いを避けてばかりいると寂しく感じることもある。気を使わないで付き合える人を一人でも持てば孤独感も人付き合いのストレスも感じずに生活できる。人付き合いは面倒だし苦手。他の人は良くても私はダメなの。無理。人付き合いを避けていて友達がいないという悩みを持つ人にぜひやってみてほしい方法だ。 人付き合いは面倒だけど一人でいると寂しいやっぱり恋愛したいこれは多くの人が感じている当然の感情だと言える一見矛盾とも取れるこの感情は実は自分を認めてほしいという心理の表れだ人は誰でも一人では孤独で誰かに自分の存在や価値を認めてほしいと思っているしかし素ではない自分を見せながら多くの人と付き合うと かなりのエネルギーを消耗して結果としてストレスをためてしまい心身に不調が出る。だから恋人がいても親戚などの人付き合いが面倒だから結婚したくないという人が多いのだ。このような人の場合寂しさを埋めるために無理に人と付き合ってしまい疲弊することもある。そうならないためには自分の気持ちに素直になること。付き合いたい時に付き合って一人になりたい時は一人になる。 これは決して自分勝手な行動ではなく、自分の心に素直になって、生き生きと生活するために必要なことだ。社会に出たばかりの新社会人には、すぐに人間関係の幅を広げず、自分にとって心地よい関係が築ける人を遊びながら付き合いの幅を広めていくことをお勧めする。時には自分を振り返って人付き合いを見直して、距離を置いたり人の輪に入っていったり、調整することも大切だ。